マブラブ、フォトンフラワーズ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、銀行強盗たちが銀行強盗をした理由を話してくれた後からですね。うわぁ、特殊部隊的なのがもう入ってきてる。っていうか、なんで一番前に、こいつがいるんだ。てめえは！まあ、やっぱ支店長か。実に困った人たちですな。逆恨みもいいところです。何者だ？こいつがここの支店長だ。だろうな。借りたお金は返すのが当たり前。返せなければ別のもので返していただくしかないでしょう。てめえわざわざぶっ殺されに来たのか。殺すことが目的じゃないって言ってなかったっけ。ご紹介が遅れました。当銀行の施設警備部隊です。先に出せよ。じゃあ施設警備部隊、この者たちは警察ではないのか？ここのところ世の中物騒でいけません。あなた方のような凶悪犯罪者がうようよしていますからな。大丈夫？メイヤーも含まれてないこれ。てめえ。いやいや、しかしあなた方には本当に感謝しなくてはなりませんな。何？これほどまで簡単に私どもの思惑通りにことが運ぶとは。内通者ってのもやっぱそうだったのか。なんだと。すらまともに読めない方々ですから仕方ありませんが。なんだとてめえ。その上こちらが用意した偽情報を信じてまんまと罠に飛び込んでくるのですから。本当に頭が不自由なのですね。なんだと。それじゃあ今日金庫が開くとかいう話は。はい、すべてこちらで流した情報です。メイヤ絶対こういうの許せないのはわかるんだけどさ、この状況でメイヤはどうするんだろうな。くっそー。なに、私どもの善意を逆恨みして過激な行動を取るあなた方のような方々を炙り出すためのいわば積極的防衛策です。はい。なんてこった。おとなしく諦めていれば手荒な真似はしなくて済んだのですが、残念です。非常に残念です。はい、ムカつくな。一味だもんなこのポジション。それではそんな頭の不自由なあなた方にこの先のシナリオを教えて差し上げましょう。なに、これも当銀行のモットーである顧客サービスです。はい。当銀行は人質の生命と安全を確保するために自衛的行動を取る。そしてあなた方は人質を殺害し激しく抵抗する。なあ、施設部隊に人質も殺させるんだ。人質を殺害って。うわ、偉い。思えず正当防衛で我々は犯人を射殺。どうです？死人に口なしってことか。なこれでもさ、もともとここの銀行員だったわけでしょ、人質。自分でこの社員を殺すつもりだったってこと？くそ！こうなったら！大体の事情は分かった。下がっているがよいぞ。あんた！お気の毒ですが、お嬢さん。あなたはこの方たちに殺されてしまうという運命なのです。諦めてください。つくよみ！
どうせ近くに控えておるのであろう。この状況で控えてたの？誰ですかその方は。は、恐れながら言いつけに背きました。よい。ところでこの者の話だが、この銀行における常習的な違法行為は明白です。すでに数々の証拠は押さえました。現在余罪を調査いたしております。うん、まあいいでしょう。殺害される人質が一人増えただけのことです。付け加えまして、先ほどからの支店長の件は全て記録してございます。さすがつくよみ、いつもながら見事な手際だ。あなた方は人の話を聞いているのですか。下がっておれよつくよみ。そなたは手を出すでない。は、おい、あんた、あんた、ねあくまで無視するおつもりですか。いいでしょう。最初に殺されるのは人質です。さようなら、お嬢さん。悪く思うな、これも仕事だ。めっちゃ声かっこいいな。あなたは一体何者なんだ。あの人は。あのお方は三剣明夜様でございます。三剣明夜。三剣財閥の次期当主となられるお方です。私がこの場にいる以上、無益な殺生はまかりならぬ。三剣、あの三剣財閥のご令嬢。なんか水戸黄門みたいになってんな。家のことなどどうでもよい。支店長とやら兵を引き、素直に法の裁きを受けるならばよし。さもなくば三剣の名においてそなたの下道捨ておくわけにはいかん。お黙りなさい。もう時代劇のノリだもんな。そのようなお方がこんなところにいるわけがありません。三剣を語る詐欺師め。暴れん坊将軍だな。将軍様がこのようなところに おられるわけがない。きれい、切り殺せのやつだ。おい、いくらあの人が強いって言ったからって、あの人数じゃ助けなくていいのかよ。はい、控えていろとの仰せですので。あ、メットかぶったけど。三剣だけなんだか知らない。これだけの圧倒的な力の差では手も足も出ませんね。どうしました、黙ってしまって。さっきまでの勢いはどうしました。アラームが鳴ってしまった。私を裁くようなことを言ってましたが、所詮無力な存在は力あるものを罰するなどできません。哀れな。え？そのようなものが力であると信じているのか。はあ？そのような力で人の心を、人の思いをくじくことなど断じてできん。まだそのようなたわごと。三剣の名において警告する。鬼の道を表す者は我がミナルカムイの露と消えようぞ。構いません、やっておしまいなさい。切れ、切り殺せ。撃て。人間技じゃないよな。うわ、かっけ。
すげえ。無限機動流剣術が一、いざ酔い、すべて峰打ち、お見事です。本当の力というもの、そなたの身をもって知るがよい。絶対やると思った。金庫が。人の心や思いをくじくのは力ではない。己が心の内にある弱さがくじくのだ。ゆえに心の内が強くあればよいのだ。さすれば力などに頼ることもあるまい。ああ、そなたたち怪我はないか。でもこの後この人たちどうすんだろうな。大丈夫だ。ハンター、すげえな。うん。いや、そんなことより人質の作法をないがしろにしてすまなかった。許すがよい。別にいいんだよそんなこと。それより俺たちこのまま自首するよ。そうか。なんだかんだ言って。俺たちがやったことは犯罪だ。どの道許されるもんじゃない。あんたが言う通り俺たちも心が弱かった。だから付け入られたし、こいつらみたいに力で解決しようとしちまった。これからは心を強く、信念を持って生きていくように努力していこうと思うんだ。そうだな。私も常にそうありたいと思っている。だからまず自分のやったことの責任を取らなきゃな。そうか。ところでつくよみ、この者たちの今後についてだが。は、ご家族の保護と弁護士の手配、融資の切り替え、その他すべて三剣ユーロが責任を持って実行いたしますよう、すでに手配済みでございます。あ、そっか、スワットって言ったけど、そうか、アメリカじゃねえんだ。さすがつくよみ、聞いての通りだ。え、あの、あんた。メイヤ様、専用機離陸の時間が迫っております。外に空港までの足を待たせてございますので、お急ぎを。うん、では皆の者、達者で暮らすがよい。待ってくれ。あんたのこと、この恩は一生忘れない。いつか必ず返す。よい、そんなことより一刻も早く奥方たちのもとへ行ってやるがよいぞ。あ、そして叱るべき道、相応の罪を償うがよい。そなたたちの貢献は三剣が預かる。本当にありがとう。なんて礼を言ったらいいのか。いろいろしてもらった上に、情けないが、生き様まで教えられちまって。礼などよい。こたびの件で、私もそなたたちにいろいろと教えてもらったからな。え？何の迷いもなく、愛しいものを思う一途で強い心。しかと見せてもらった。今度は私の番だ。あんたの番？そうだ、私にも迎えに行くべき者がいるのだ。恋人かい？いや、我が夫となるべき男だ。その名はタケルか。いやー、この短編でちょっと感動させてくんのすげえな、やっぱ。てか普通にマブラブが流れてくんのがもう卑怯だもんな。泣きそうになるわ。
いやメイヤが来るまでにこんなことがあったんだな。いやいいな。マブラブのさ、アナザーストーリーって聞いててさ、まあちょろっとしたもんだろうなって、まあそんな言うほどさ、ファンディスクぐらいだからさ、なんか、ああそんなもんねみたいなぐらいだと勝手に思ってたけど、やばいな、普通に超えてきたな、さすがだな、さすがだなマブラブ。いやーいやーいやーって感じだな。これがいくつもあるんだもんな。続く。これ、続くっていうの、あ、そっかそっかそっか。前編後編だったな、そういえば。そうなだけで。じゃあ次回、我が名前、メイヤやっていこうか。メイヤがタケルの元にやってくる前の物語。ああ、そうだよね。こっちも前だもんね。三剣財閥次期当主として、冬山での厳しい修行に、冬山での厳しい修行に励むメイヤだが、未だ悟りは開けぬものだった。おねるの心を惑わしているものは一体何なのか。いや、何やってんの何やってんの。はい、ということで、ここで一旦、区切りましょうか。次回、我が名はメイヤやっていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。